セリエ A 第17節。本日のゲームはエスタディオタウロで行われます。この時間はチェゼーナ対ジェノア、こちらの一戦をお届けいたします。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今ファーストハーフが始まりました。セリエ A 第17節、チェゼーナ対ジェノア。サイドの紹介です。右から左にジェノア、反対側左のエンドからがチェゼーナ。このファーストハーフ最初のコーナーキックはチェゼーナ。ここ拾って次にシュート。いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。ジェノア多少距離あってもね、この打っていく姿勢が大事ですよね。クリスティアン・サパタ、チェゼーナ、ここ5試合毎回得点を挙げています。得点力は申し分なしというところでしょうか。一気に縦へのアーチ、クリスチャン・クワメ、ここで前を向けるか。クリア、このピンチをなんとか出します。クロスを選択、スクッペト、ここは抑えました。キャッスルダイン、アルカス、チェゼーナ、僅差で先日の試合は敗れています。マルコ・パヤッチ、クリスティアン・サパタ。ジェノアとしては先ほどから前線の選手が積極的に下がってきますよね。そうですか。ここまで下がってくるのはどういう意図、狙いがあるんでしょうか。まずこの下がったことによって相手中央のディフェンスを引っ張ることができますよね、そうするとそこにスペースができるので、味方選手が飛び込んでくるという形ですよね。なるほど。そうするとさらに飛び出した選手の場所にスペースができますよね。そうなんですよね。そこに別の選手が走っていって、シュート、チェゼーナ、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。キャッスルダイン、クリスティアン・サパタ、大きく縦へ、ルーズになる。ジェノア、これは奪い返します。裏へのスルーパス、裏を狙っていきます。長いボールを送ります。縦へのボール、プレスからボールがこぼれる。スフールス、大きく前線に入れます。ボールを下げてリズムを作るか、届くか、このボール一気に前線へ。激しいボールの奪い合いです。入るか、アンデフ、さあカウンターを仕掛けます。上がる、シュート、チェゼーナ、ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか。今のは非常に危険なシーンでした。奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、そういった意思が感じられますよね。チェゼーナ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、
攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。シェーネ、長いボール縦へ、キャッスルダイン、さあ繋がるか、これ仕掛けるか、チェゼーナとしては止められちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどもね。仕掛けるか、いいでしょう、ポジション切り替え、ここでファールがありました。これはクリア、ルーズボール、ジャッスルダイン、両チームファーストハーフここまでまだスコアレスの展開です。スルーパスを出す、裏へ飛び出した、フリーで受ける、打った、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。このチャンスをよく見えてましたよね。出る瞬間にはチャンスだと思いませんでしたけどね。チェゼーナ、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れておいた方がいいですよね。ファンデフ、ドリブルで上がる、取りで行く、裏へ届くか、ボールをチャンスだ、これもファールですよね。ヨヌーツラドゥ、大きく前線へ、クリスチャン・クワメ、サイドのスペースへ走らせる、お、これいいですよ、中に入れる、このクリアボール拾いたい、ここで長いホイッスル、前半終了です。まだスコアレスです。両チーム得点につながりそうなシーンもいくつか見受けられましたが、結局スコアに動きはありませんでした。派手なゴールシーンはなかったんですけども、激しいチェックやボールの奪い合いなど注目すべきプレーがたくさんありましたし、ところどころで好ゲームを演出してましたよね。セリエ A 第17節、チェゼーナ対ジェノア、前半を終え0対0、後半へと折り返します。さあ後半スタートです。両チームとも非常に集中できていた前半でしたが、ね、少し時間を置いた後この立ち上がり、どう出てくるのか非常に楽しみですよね。そうですね、これをカットします。クリスチャン・クワメ、サポナーラからパンデフ、スペースを狙った、もうこれいいですよ、ジェノアが、北澤さん、先日の試合では監督の采配が非常に評判良かったですね。いや、あのサイドバックの交代は良かったですよね。普通前半で選手変えることはあんまりやんないんですけどもね、明らかに右サイドがやられてましたからね。結果それだいぶ来た、ミドル拾いたい、ジェノア、ここクリアで難を逃れます。裏のスペースを狙う、サポナーラ、ゴルダニガから長いボール縦へ、ジャッスルダイン、ここで中へ切り込む、スルーパスを狙う、ジェノア、ここでベンチが動きます。
ジョルザ、スペースを狙う、さあ、リカス、ナドゥ、スピンでくる、ナドゥ、いや、北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。好セーブを見せました。セゼーラコーナーキック2本目、ボールはクリア、シュート、シュートもあります、シュート、これはわずかに右でした。ジェノは立て続けに選手を入れ替えてきます。まあ、リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうとやはり可能性なくなりますよね。素早いパスで攻め上がっていきます。チャレンジはしません。後ろに流す。さあ、カウンタースピードを上げたいところ、ジェノアが最終ラインまでボールを下げる、一気に前線にボールを送る、これはつながりません。フェデリコ・バルベルデ、さあ一気にカウンター、ボールが迫る、サポナーラ、自分で行く、どうだこのパス、起きましたよ、抜けてくる、スルーパス上げる、中央へ、このクリアボール拾いたい、やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。長いボール縦に入れます。中のスペースを狙う、いいボールだ、ここ拾って次につなげたい、チェセーラ、クリスチャン・クワメ、ここはすぐ奪い返し、ミドル、惜しい、ジェノはこれで交代枠を全て使い切りました。スフールス、大きく縦へ、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。スルーパスを出す、いけるか、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。サンドロからターテのボール、パビッリ、さあここでカウンター、さあ右へ預けて裏へのスルーパス、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。阿部がこれは足を引きずる仕草を見せています。チェゼーナ、最後の交代枠を使います。縦へのボール、激しいボールの奪い合い、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。ゆるく狙ったボール、
ここでのパスは危ない、時間かけずに攻めたいですよね。カールセン、また中央へ、裏を狙う。さあ上げられるか。ここでルーズボール。ジャスルダイン、あっとここで長い笛、0対0。チェゼーナ8点1を獲得しました。しかし首位はキープ。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。当然決着はつけたかったんでしょうけども、お互いに譲りませんでしたよね。内容を見てもそれぞれチャンスはありましたから、この引き分けは悔しいでしょうね。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。セリエ A 第17節、両チームともに勝ち点1ずつ分け合っています。